どこかの候補者と違ってありとあらゆる政策に精通しております。ここで気合を入れなきゃこの国は沈没する、そんな強い強い危機感から、そしてまた今日お集まりの多くの同志の皆様方から、この難局石原一丁ぶつかっていける、本当に温かいご声援をいただき立候補させていただくこととさせていただきました。石原伸晃候補の必勝を期して頑張ろう、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 ありがとうございました。ありがとうございました。総裁選挙候補者所見発表演説会を開催いたします。心を一つにして闘争性が団結しなくて日本の未来はありません。年金の問題一つとってもそうです。4人で2人を担いでいたこの見越しが今は3人で1人、最終的には 1.2 人で1人を担ぐ社会がやってきます。医療費もそうであります。真実を貫きまっすぐな国づくりを記者のモデル取り組ませていただきたいと思います。自民党という保守政党の先頭に立たせていただいて変えていきたい、変えなければならない、そんな使命感を感じました。そのまま石原伸晃さんです。お父さんは現職の都知事です。そして今回党の重鎮の熱い支持をバックに立候補です。谷垣路線の継承を訴えます。今東アジアのこの安全保障というものは周辺国の我が国に対する 領土の侵害、こういうものが本当に顕在化しています。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。本庁に入ります。今日は自民党総裁選挙が行われました。スタジオには小野党首席にお越しいただきました。最近